木崎良子は、日本の陸上競技選手。専門は、競歩、中距離走、長距離走、マラソン。大発工業所属。主な実績に、2012年ロンドンオリンピック代表、2013年、世界陸上モスクワ大会4位、入賞、2014年、新川アジア競技大会銀メダリスト、2011年、 第3回横浜国際女子マラソン &2013 年、第2回名古屋ウィメンズマラソン各優勝など、1985年6月21日、京都府与佐国与佐野町出身、ジップ、カズオはかつて順天堂大学在学時、箱根駅伝競争に4年連続4回出場を果たしたランナーである、京都府立宮津高等学校から、 仏教大学社会福祉学部社会福祉学科卒業。仏教大学在学中の2007年、太陽国のバンコクで開催された、夏季ユニバーシアード大会に、日本代表選手として出場し、陸上競技女子1万メートルにて2位となっている。大学では、1年次から、駅伝大会のレギュラーメンバーに入り、特に4年次の、全日本大学女子選抜駅伝競争大会では一区を、 走り区間賞を獲得して、チームの準優勝に寄与した。2008年4月に、大発に入社し、国内企画部に勤務する一方で、同社陸上競技部で選手として活動。2010年の日本陸上競技選手権大会では、女子1万メートルで2位、全日本実業団、対抗陸上競技選手権大会では、女子1万メートルで優勝するなど、地道に実績を積み上げた。 同年11月のアジア競技大会女子5000メートル日本代表に選出され8位。フルマラソンは2010年1月31日の大阪国際女子マラソンが初マラソンだった。23km 付近から日本人トップで3位の大崎マリ等の先頭集団から遅れたものの2時間27分台の6位に入った。 二度目のマラソンは2011年1月30日の大阪国際女子マラソンに2年連続で出場したが 30km を過ぎて優勝した赤羽ゆき子らについていけず再び失速5位に止まった2011年11月20日2012年8月開催のロンドンオリンピック女子マラソンの国内選考レースとなる第3回横浜国際女子マラソンでは 三度目のマラソンながらも自ら身体をかけるレースとして出場。気温20度を超える高温の中、2009年世界陸上ベルリン大会女子マラソン銀メダリスト、前回の第2回横浜国際女子マラソンで優勝し、同大会に連覇を狙った尾崎義美とレース終盤までデッドヒートを繰り広げた。ゴール残り 2km あたりで先に、 尾崎がスパートを仕掛け一旦差が開いたが、そこから木崎は徐々に追い上げ、41km 地点を過ぎると木崎が尾崎を追い抜いて逆転。ゴールタイムは2時間26分台ながらも、マラソン初優勝を果たし、ロンドン五輪の有力候補に名乗りを上げる。その後は、大阪国際女子マラソン、名古屋ウィメンズマラソンと2大会の結果を待つ身となったが、 約4ヶ月が過ぎた翌2012年3月12日、念願のロンドン五輪女子マラソン、日本代表へ正式に初選出され、記者会見では、歓喜はマリウレシ涙を流していた。2012年8月5日、ロンドン五輪女子マラソンに出場したが、25km 手前あたりで急激にペースアップした、戦闘集団についていけずメダル争いから脱落。 終盤の 35km を過ぎて、前を走っていた、尾崎らをかわし、日本女子ではトップだったものの、結果16位に終わり、目標の8位入賞にも遠く及ばなかったは79位で、日本女子3選手ともメダル、入賞はならなかった。しかし、ロンドン五輪、女子マラソン開催より3年経過後の2015年11月、ウクライナ陸連は当初5着だった。 タチアナ・ガメラの血液データを蓄積し、変化を調べる生体パスポートの検査で異常値を示したため、ガメラをドーピング違反と判定。ガメラのロンドン五輪五位入賞の順位、ウクライナ記録をそれぞれ取り消したため、同五輪、女子マラソンの木崎の16着の順位は15位に、繰り上がった。2013年3月10日、世界陸上モスクワ大会女子マラソン選考会の 第2回名古屋ウィメンズマラソンに出場。レースは終盤まで、ベルハネ・ディババ、野口瑞希と3人で戦闘争いを演じていた。35km を過ぎて3位だった野口が脱落、40km の給水地点付近で、自らラストスパートを仕掛けると2位のディババも一気に引き離し、2時間23分台の自己ベスト更新をマーク、2度目のマラソン優勝を達成。 また先行派遣記録の二時間二十四分を切ったことにより世界陸上モスクワ大会に本代表へ即内定も獲得した。二千十三年八月十日に開催された世界陸上モスクワ大会女子マラソンに出場。気温三十度を超える過酷な気象条件の中、レース序盤の五キロメートル付近で先頭集団から徐々に離され八キロメートルの給水地点では ペットボトルが足に当たり、バランスを崩すアクシデントもあったが、その後はマイペースで追走。1 2トル過ぎで前を走っていた野口瑞希を追い越し、その後も落ちていく選手を次々と抜いて追い上げる。結果3位、銅メダル獲得の福祉会横には、あと一歩届かなかったが、4位入賞の好成績でゴールイン。その世界陸上モスクワ大会から帰国した際に、 2012年12月に、高校時代からの交際相手の男性と、結婚していたことを明らかにしている。2013年8月27日、男子短距離走の桐生義秀と共に、京都市スポーツ栄誉賞を受賞した。2014年3月9日、名古屋ウィメンズマラソンに、大会2連覇を狙って出走したが、マリア・コノワロアとエレナプロコプツからの3 0トル過ぎでの、 ペースアップに対応できず優勝を争いから脱落。3 5トル過ぎでは、早川恵、リ、田中智美からも遅れ日本人3番手へ下がったが、4 0トル手前で2人に追いつき逆転、日本人トップの3位に食い込んだ。2014年10月2日、二川アジア競技大会女子マラソンへ、金メダル獲得を目指して出場。 ユニス・ジェプ・キルイ・キルワと 18km 手前から2人のデッドヒートが続いたが 35km を過ぎてキルワのロングスパートについていけず脱落終盤キルワに追いすがるも13秒差遅れの2位銀メダル獲得に止まった当初翌2015年3月8日の名古屋ウィメンズマラソンに3年連続でエントリー2015年世界陸上北京大会女子マラソン 日本代表を目指したが、右座骨と膝裏に痛みが出る怪我により欠場を表明。2016年3月13日に1年後過月ぶりのフルマラソンとなる、リオデジャネイロオリンピック女子マラソン、国内最終戦公開の名古屋ウィメンズマラソンに、出場。しかし 30km 地点付近、戦闘集団がばらけたところで、ペースアップについていけずに交代。結局10位に終わり、 ロンドン五輪に続く2大会連続の五輪女子マラソン。日本代表はならなかった。ありがとうございます。